1966年に理論者で刊行。小説は上下巻に分冊された TBS 出版会版及び角川文庫版岩波現代文庫版が刊行されている。鈴木聖純監督高橋秀樹主演で1966年に公開された。制作は日活で鈴木聖純が先に手掛けた東京流れ物の続編。 続東京流れ物会は、真っ赤な恋の色と日本立てで公開された。なお、同映画の脚本を含む鈴木清順、喧嘩エレジーがあり、後に、日本図書センターで再刊されている。非かといっても、史上あふれる女装のようなものはない。早速喧嘩の本題に入りたいから始まる原作は、昭和10年頃の旧制中学において、 ファンカラと呼ばれた少年たちが喧嘩に明け暮れる日々を描いた鈴木隆の同名小説が原作、神道兼人が脚本を書いた。鈴木清順の監督起用は先に鈴木が悪太郎、悪太郎伝悪い星の下でもを成功させた功績を会社が見込んでのことだったが、鈴木は脇役が面白くないなどの理由で脚本に大幅な改変を加え、 さらに原作にも脚本にもない、北一期と主人公との遭遇を追加し、それでも満足できなかった場面は、撮影中に、即興演出による改変を加えた。主演の高橋秀樹は、わけもわからず演技をしていたが、出来上がった作品を見て名作だと確信したと、絶賛したが、脚本の進藤兼ねとは、これは、自分の作品ではないと不満をあらわにした。 後半に登場する北一騎は喧嘩に明け暮れていた主人公がもっと大きな喧嘩をしに行く決意をして2.26受験後の東京へ旅立つきっかけを作る役割を演じておりそれは当時顕在化しつつあった全共闘運動のもたらしたアクティビズムを鈴木が敏感に感じ取った現れであるとして観客たちに熱狂的に受け入れられたまた 北一輝が出没するカフェのシーンは、照明を極力落とし、北に救助をする、三迫役の松岡屋は、絶対に手のひらを見せないことで幽霊であることを暗示するなど、この場面が映画における異界であることを表現し、後の、ゴイネルワイゼンや、カゲロウ座につながる、青春スタイルの原点となった。なお、北一輝を演じた、俳優、緑川博は、 俺たちの血が許さないの小林明と、高橋秀樹の父親役、姿勢一台の赤い靴を履いて、高橋秀樹を追い回す不気味な刑事役、殺しの楽委員では、固めのない男に怒鳴り散らす、眼科役など、鈴木清順作品に欠かせない名脇役として、活躍したが、鈴木が解雇された後に、それを苦しんで精神を病み、自殺している。 日活を解雇された後、2.26事件後に、主人公が急激に右傾化し、日中戦争に巻き込まれていく過程を描いた俗、続、ン・カエレジーの脚本が、鈴木と彼の名優たちで結成された、グリュー、八郎グループによって執筆されるが、映画化には至らなかった。旧姓、第二岡山中学校の生徒、南部記録は夢見がちで、柔らかい物腰の学生だったが、 憧れの女性、みちこをバカにした、上級生たちと喧嘩になり、上級生を叩きのめしてしまう。その様子を見ていた、同行 OB で、喧嘩の達人、すっぽんは、記録の喧嘩の才能を見込んで、記録に、喧嘩の極意を伝授。記録は、たちまち学校の不良たちを制圧し、学校最大の勢力アスムス団の副団長に、祭り上げられてしまう。しかし、 学校に、軍事教練にやってきた教官と衝突し、岡山を出本することとなる。藍津若松の親戚の家に転がり込んだ、記録は、北方中学に入学し、ここでも地元の番から集団症は白虎体都市闘を繰り広げる。地元のカフェで出会った不気味な男が、北一機であることを2.26事件の、新聞報道で知った記録は、道子との恋にも破れ、 さらに大きな喧嘩を求めに、東京行きの列車に飛び乗るのだった。NHK 少年ドラマシリーズの一つとして1973年5月から6月まで6回放送された。ありがとうございます。